311はアメリカ合衆国のミクスチャーロックバンド。ネブラスカ州オマハ市出身、1988年結成。パンクロックをベースに、ラップやレゲエなどの要素を盛り込んだミクスチャーロックの走りとも言うべきバンド。彼らの最大の特徴はライブでのパフォーマンスにあり、チャドセクストンとピーナットのリズム大二人の高い技術の演奏がこのバンドの生命線とも言える。 無名時代から全米各地で精力的にライブをこなし、ファンの口コミで徐々に知名度を上げていったという経緯を持つ。1995年、セルフタイトルアルバム311からのシングルダウンが MTV でのヘビープレイをきっかけに全米でスマッシュヒットとなり、一気に知名度を上げた。その結果アルバム311は全米で 約300万枚を売り上げた。近年のライブにおいても、デビュー当時の曲から最新の楽曲を織り混ぜて演奏することが定番となっており、ダウンの演奏前にニック・ヘクサムがこの曲を古くからの311ファンに捧げると MC することがお決まりとなっている。バンド名の由来はネブラスカ州の警察で使用される公然歪説に対する、 コードナンバーからだが、一時期、3つの11番目のアルファベットで、クークラックスクランを表すという噂が流れたが、これについては、ピーナットが否定している。彼らの公式ファイクラブの代表は、ピーナットの母親である。ありがとうございます。